か。こんにちは、さゆたかさん。はい、いや今オフ、うん、FA で手を挙げている選手たちが、はい、いや大物というかかなり注目度が高い今シーズンの FA 戦線ですけれども、まあ、そんな中やはり言われているのが巨人大山選手、甲斐選手ダブドリなんていう言葉が出てまして、ね、まあ、あとはあのソフトバンクから FA で手を挙げている、まあ、石川投手も獲得するんじゃないかと言われていて、はいはい、まあ、この FA の大物と言われている大山選手、甲斐選手、さらに石川投手、はい、全部巨人が根こそぎっていうやつは、はい、行くんじゃない、なんか反対、クイズ反対チャンスみたいな、まあ、一頃巨人は人気なかったけどな、 FA 選手手を挙げても、はい、いや巨人にはっていうのはことが続いてたけど、はい、また人気復活なのかね。ここのところなんかソフトバンクがやっぱり金額をかなり出して、うん、みんなソフトバンクに流れていくっていう傾向、うん、あったりしたんですけど、まあ、ここに来てやっぱりこう巨人のお家芸というかお家芸黙っちゃいねえぜみたいな、そう忘れないでっていうところで、なるほど、ね、いや本気出してきたなという感じがしますけれども、はいはい、聞いて今言われているところが大山選手、阪神が提示している4年総額16億円を上回る5年以上で総額20億円規模じゃないかと、はいはい、あと6年以上なんていうその終身雇用なんていう記事も出ています。終身雇用は俺いらないと思うよ。6年ってなるとかなり、もうね終身雇用って言ったらだるいよねなんでずっと雇用してもらわなきゃいけないんだという、まあ、そうです、ね、それだけのお金払ってもらってるのに、はい、まあそれは自由にできるんだろうけどな、うんうん、それを外してもらうこともできるんだろうけども、まあ、まあでも保証がね、そうです、そうです、あるっていうのはいいよな、はい、だしそのぐらいうちは大事にしますよ、面倒見ますよっていう誠意というところも取れますし、さらに甲斐選手に関しては4年以上で総額10億円規模を上回る大型契約を準備していると見られるということで、日本一奪還へ総額30億円を超える大型補強を狙っていると。巨人がね、巨人がです、そうです、巨人も動き出したかっていうような感じがするけどね。そうですよね。まずその大山選手を巨人が取りに行きたいというふうに、はい、うん、もう何が何でもっていうのは、そこにはどういうまず一つ事情がかなりあるんですか。まあ坂本が少し老化っていうこともあるし、岡本が FA というかポスティングでメジャー挑戦っていうことも踏まえての大山なんじゃないの、うんうん、だからそこにまあまあお金を使う、はい、お金を払う、まあ、準備はできてると思うよな、これは完全に。そうですよね。いやだからなんていうの、まあ、マネーゲームになったら負けないよみたいな、はい、まあ、そんな感じではいると思うよ。うん、まあ、ソフトバンクは参戦しないしね、大山に対して。そうなんですよ、そこですよ、ね、いやだから他の球団がじゃあ出すかっていう風になってくると、はい、まあ、出さないよね。もうあのもうマネーゲームから打ち外れましたっていう球団も、うん、まあ、ちょっとちらほらと記事では見たので、まあまあ そこにやっぱりついていけないで、うん、当初あのカープも大山選手獲得調査かなんていう話もあったんですけど、はい、まあ、手厚いよな多分広島に行くと。そうですよね、うん、まあ、だけどやっぱ巨人がそれ以上に出してくるとね、うんうん、もうちょっとやっぱり太刀打ちができなくなってくる可能性もあるよね。そうですよね。でこれ記事に書かれている金額がこの5年以上で総額20億円規模と出ているだけで、うん、もしかするともっと金額出てないだけでさらに例えば上なんじゃないか。いやまあもうそれはね水面下であるよいろいろね、うん、こういう風ぐらいに出しとかないと、はい、チームメイトも見るわけだから。そうしたらなんか、こんなに出すのみたいな、はい、いやだからそのバランスが悪くなったらいかんから、はい、だからそういう意味では、うん、伏せてる部分もあるよね。だから報じられてる金額よりは俺は多少上だというふうには思ってるけど、ね、そうですよね、うん、であの残留してほしい阪神側もおそらく交渉の時に巨人さんからはいくらぐらい大体提案されてるんですかっていうことを代理人の方にはやっぱ伺って。いやでもそれは教えないと思うよ。あ、ええー、いやそれが誠意につながるから。いやそれは教えられないと。巨人から提示はいただいてると、代理人の方が。だけどそれは言えないと、はい、それ以上出してくれとは言わないけど、はい、それは言えないと、うん、だから金額を出してきてくださいっていうことだと思うよ。そうなのか。だからもう記事で推測するしかないわけですよね、うん、球団側。いやそれはさ代理人だってさ、うん、ね、どっちかにまあ決めなきゃいけない、うん、その目安となるものは、うん、やっぱり一つは金額だよね、はい、その金額で、まあ、例えば巨人の金額をいやこのぐらい提示されましたと、うん、いやこれより1本2本多く出しますと、はい、いうのは簡単じゃない、うんうん、だけど、まあ、巨人が仮によ、はい、まあ、20億25億出してるとするじゃん、はい、
それは言えないと、うん、いくらですかと、うん、じゃあ20で、って分かりましたと、うん、あね、後日あの返事しますみたいな、はい、そういうことしないと、うん、やっぱ誠意が分からないよ。そうなのか。それはね、もう負けたくない意地で、はい、いやいやもう向こうより1本多くするとか、うん、2本多くするとか、はい、そういうことじゃないからさ。なるほど。そこら辺は金額は明らかにせずに交渉していくっていう、だ賢い代理人だったら俺そうするかなって、やらしい代理人だったら金額を言って、うん、嘘でもちょっと釣り上げていってみたいなことをするかなっていうような感じはするけども、はい、俺がやっぱ誠意をこうちょっと見たいなと思うんであれば言わないな、金額はな。これ何回ぐらい代理人の方はそれぞれの球団とこう交渉して着地点ってどうなっていくんですかね、大山選手の場合は。まあやっぱり金額も一つだけども、うん、やっぱりどういうことで大山を取りたいのかって、うん、でどういうことで大山を残したいのかとか、はい、だから今の選手たちっていうのは、まあ、昔はよくあったんだよ、監督手形とかさあ、まあ、いろいろあったけどもさ、はい、そんなこと全然いらないと思うんだよ。もう、はい、いやただ自分をどのぐらいに大事に思ってくれてるのかっていうことだと思うよ。うん、だから阪神は今までこうお世話になってる球団だから、はい、大体こう肌感で分かるよね、はい、うん、で巨人の方がどうなのかというね、うんうん、いうことだと思うけどもね、うんだから代理人に任すというよりも本人が出向いてやっぱりしっかり話を聞いた方がいいと思うけどね、はい、最終的にはそうですよね、うん、と俺は思うけどね、うんうん、だからまあ代理人も必要だけども、うん、交渉するときに、はい、だけどやっぱこう話を聞くとき、うん、一緒に飯食うぐらい食ったらどうなのかなと思うよ、うんうん、本音でそこで話を聞いて、まあそうだね、まあいいことしか言わないよ絶対に、うんうん、君は守備がもうちょっとこうやってやんなきゃいけないねとか絶対言わないんだね、言わない、はい、ね、いやだけどいいことばっかり言う中で、はい、やっぱ誠意っていうのはあるから、うんうん、だから誠意っていうのは伝わったり来たりだとか、うん、まあ例えばさ、ね、必死に取りたい人間がいて、はい、でも交渉する人間は違って、はい、いやこう言ってますとかね、それじゃなんか何でお前出てきたんだみたいな感じになるじゃん、うんうん、そうですね、それじゃ困るしさ、はい、それじゃとんちんかんになるし、うん、いやもうぜひお願いしますみたいなさ、うん、まあ、そういうことになるとね、まあ、心揺らいでいくのかなっていうふうには思うけどね。そうですよね。あと細かいところで言うと、例えばもちろん契約年数何年か、それから金額、あとどういったところ細かいところでこういうところも打ち合わせつけますよ、こういうところも手厚くしますよって細かいのってどういう契約がこうあるんですかね。なんかもちろん家族とか、例えばお子さんとかいたら、例えば学校の環境面をこういうふうにちょっとサポートしますとか、よく海外で聞くのはその往復の航空券だったりとか。そんなんいらないよ、ね、まあ、日本はいらないので、まあ、まあ確かに、ね、あれなんですけど、うん、日本はどういうふうな、まあ、だからどういう環境なのかっていうことだよね。うん、まあ、もう知ってるよ、戦ってるから、はい、うん、もう話も聞いてると思うよ、うん、だからまあそんなにあれだけども、侍が今やってるじゃない、はい、侍終わったら発表になると思うよ。だ俺はなんかそんな感じがするけどな。じゃあ来週侍に遠慮してると思う今、まあ、それはあると思いますよね、うんうん、だから一面さらっちゃいけないっていう、だからまあ侍あれしてちょっと騒がしておいて、うんうん、新聞もついてるから読売は、うん、まあそこら辺でねネタとしてちょっともうちょっと引っ張ってくれないかみたいなそこまで、まあ、まあそういうこともあっての発表になると俺は思うけどね。あ、なんかまあ雰囲気的にはなんか移籍しそうだなっていうような感じはあるよね。そっか、やっぱちょっとどうしてもね、阪神の4番が手を挙げるっていうこと自体がなかなかないので、でもね、うん、両方知れるって幸せだと思うよ俺は。阪神も巨人も4番ですからね。これはもう関西行っても顔、うん、関東行っても顔、全国でも顔になるから、これはなかなかないことですもん ね、 ないね。阪神の4番、巨人の4番がそれぞれ FA とかでガッチャンコで行ったことって今まで、まあ、ないよ、ね、ないですよ、ね、まあ広沢が4番を打って、うんうんうん、巨人で、はい、多分打ったことあると思うんだけど、あ、そうかそうか、その後阪神行ったりとか、まあ、これは FA とかじゃな多分なかったと思うけども、うんうん、やっぱ自分からこう望んでね、はい、移籍したっていうことではなかったと思うけど、うん、まあ、今回はね、うん、
まあ、大山が初めてのケースになるから巨人阪神もしそうですよね阪神側とお前巨人側と、はい、両方まあなんか感じられるっていうのは、まあ、それはいいです素敵だないいなただこれ巨人に来たとしたら4番って今岡本選手じゃないですか、はいはい、仮にですけれども来シーズンは4番大山選手になるんですかそれともいやいや岡本でいくと思うよじゃあ5番とか、まあ、5番とか3番とかだろうな、うん、でこれで岡本選手が例えばメジャーに行くことになればそこに4番、まあ、4番に座ってくれればいいし、うんうんまあ、他にね4番がいれば、はいまあ、5番打つのか3番打つのか分からないけども、うんまあ、そこのなんていうのアベレージが良ければ、はいまあ、そこを打たすっていうことも考えられるしね、はいまあ、4番でもいいと思うしそうですねやっぱり巨人はどうしても今シーズンその打撃という意味であのね阿部監督の野球に俺、はい、なんか合うような気がするよおっといったとやっぱねしぶといもん、はいうん、それとフォアボールを取ってくれるって、うん、やっぱこうフォアボールのポイントっていうのは阿部監督も非常に高いポイントとして置いてるからね、はい、でなんていうのむやみやたらにノースリーから打たないとか、はいね、スリーワンから打たないとか、うんまあ、いうこともあるしね、うん、だから大山の野球っていうのはなんかこう岡田監督で少し変わったと思うけども、うん、その変わった大山を阿部監督は評価してると思うよ、うんうん、そうでしょうね、うん、と思う俺はね何でもできる4番っていう、まあ、何でもって、まあ、つなぎもできれば耐久もできるというね、はいうんだからそういうことを考えると、まあ、阿部監督の中の評価は高いと思うそうですよね、うん、やっぱり欲しかった得点力っていうところの補強につなげたいまあもちろんそうだで岡本選手がメジャー行ってしまったらやっぱりこう中心になる選手がいない、うん、そこをやっぱり大山選手にっていう東京ドームだったらやっぱ結構打つと思う30発ぐらいあ行きますかね可能性はあると思うそれはやっぱり本人にとってもプラスプラスですよねそれはプラスだよそこはそうですよね個人タイトルという意味でもそうだと思うんですけど、なんかこれだけ話してると、もうなんか阪神ファンからコメント欄で、ね、まだ決まってないぞ。いやいや、それはそうだよ。うん、いや、ただあとは阪神はもともといたところだから、はい、もう誠意しかないよね。もうそこ一点ですよね。うん、だから大山が、うん。はい4番で優勝した、うん、今年ちょっとスランプに陥った、うん、そういうところの評価も交えて、はい、どういう大山に評価をするかっていうことだよ、まあ、それはねやっぱり神聖な気持ちで野球をやりたいっていうのは常に、うんまあ、野球選手だと思ってるんだよね、うん、でもそれをチームを変えるっていうのはすごく勇気がいることで、うん、やっぱ仲間だとか、まあ、いろいろ変わってくるからね、はい、でファンの応援だとか、うん、いろんなことを考えて大山は今悩んでると思うけども、はいだから阪神が悪いんじゃなくて、うん、甲子園球場というのが悪いんじゃなくて、うん、やっぱ自分の評価本当の評価、うん、そういうものをこう聞きたい、はい、で自分も自分を評価してると思うんだけど、うん、それに合った評価をしてくれるところ、はいまあ、そこに行きたいっていうのは思ってるだろうね、そうですだから阪神が悪いとかじゃなくてそうですよね、うん、あとはもう純粋に本人の評価聞きたいっていうところも多いです、まあね、で権利ですもんね、まあ、それはさあそして甲斐選手なんですけれども、はいまあ、巨人はね今大城選手だって岸田選手、はい、小林選手で下には山瀬慎之介選手がいて、うん、そんな中で甲斐選手を取りに行くということになって金額も出てきましたけれども、うん、これは豊さんやっぱ甲斐の経験値っていうのはちょっと違うよね、はい、やっぱ優勝してるし、うん、でいいピッチャーも受けてきてるし、はい、ただ劣勢に立った時にちょっと弱さあるんだよな、うん、ちょっとずっと強いから、はい、あれみたいな、うん、やったところはあるんだけどもだけどやっぱりいい選手だよそうですよねやっぱこうストッピングだとか、はい、あそういうのもうまいし、うん、やっぱ肩もまだまだねいけるしさ、うんだからそれは欲しいキャッチャーの一人だろうねただやっぱりそうなってくるとただね日本シリーズを考えた時にやっぱ牙を抜いておきたいっていうのもあるよねまたソフトバンクと戦うことになってやっぱこう永遠のテーマは巨人は、うん、やっぱソフトバンクを倒して日本一っていう、はいまあ、そこら辺はやっぱこう野望として持ってると思うよ、うん、それは絶対成し遂げなきゃいけないと思ってるはずだよ、はい、やっぱ恥かかされてるから、うんうん、でそこの中核である甲斐がね、はいFA で手を挙げたよし絶対取るみたいな、うん、いうことになってるはずだよそうですよね、うん、あとはソフトバンクでいれば今、まあ、その他に海野選手がいたりとかっていうのは、はい、あと峯井選手もいますけどほぼマスクかぶるのはやっぱ甲斐選手ただ、うん、巨人に来るとやっぱ岸田選手大城選手、まあ、小林選手などがいて
フルで出るマスクをかけるとか。いや、ほとんどフルで出ると思う。まあフルっていうか、はい、100ぐらいは出ていくと思う。そうなってくると、例えば岸田選手とかを育てていくっていうことにちょっとなんかこう逆行するようなことになるんですか。いや、育てて、うん、じゃあ岸田が10年マスクかぶれるかっていうと、うんうんうん、今からの年で大丈夫かっていうことになるんだよね、はい。だからね、もうそんなこと考えてないんだよ、うん、レギュラーとしてしっかりしたキャッチャーが欲しいという、はい。で、まあ、阿部監督もキャッチャーだったじゃない、うんうん、だからしっくりいくキャッチャーをもう任せたいんだよね。そっか、それはまあね、打率が甲斐選手っていうとその打てるキャッチャーではない守りですけども、うん、そこはもういいから。まあでも言うように甲斐が打点を上げたらソフトバンクは負けてないっていうふうに言われるように、うん、やっぱバッティングが悪いって言われてても、うん、割と勝負どころでは打ってるよ甲斐は、うん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 、だから悪い悪いって言うほど悪くは俺はないと思ってるんだよね。だから、まあ、バッティングの方も期待だよね。そうですね。ただこれソフトバンクとしてはこれ甲斐選手持ってかれたら、まあ、だからそこが評価だよね。そうなんですよね。今だとでも持ってかれたらって大事なところで日本シリーズ外したからね。海野選手第4戦の時、あの大関第4戦か投手の時ですよね。まあそうですね、バッテリーを組んでたっていうのもあって外したのか海野選手。いや、あれはやっぱソフトバンクの方は目先を変えたかったとか、うんうんうん、いうことはあるにしても、まあ、俺は甲斐は外しちゃいけない選手だったかなっていうふうには思ってたんだよね、うんうん、でやっぱ甲斐はいろんなことを経験してるから、うん、やっぱ打たれても負けてもそこから学び取る成功した成功体験に付け加えていこうかなっていうような矢先で、はい、あそこで外しちゃったら何にもならないんだよね、はい、言ったところで外したから、うん、だから俺は納得いかないかったし、うん、甲斐も納得できてないんじゃないかなっていう、うん、そこら辺が、はい、だから怖いよな。やっぱ大事な試合になればなるほど、はい、誰を傭兵として使って誰に頼っていくのかっていうのはさ、うん、だからまあそこら辺で俺はなんか FA したのはそういうところもあってなのかなっていうような気はするけどもね、うん、なんかそういうモヤモヤっていうのが、うん、手を挙げた何か一つのかもしれないですよね。それと、まあ、国母監督じゃない時も、はい、なんかチームを見てると、うん、甲斐の評価が低い感じがしてならないんだよね、うん、はい、俺ドラフトで、まあ、例えば、はい、ソフトバンクからじゃ誰を1位にするかって言ったら、うん、甲斐ではないなやっぱコンちゃんだなコンちゃんでしょ。コンちゃん1位にして、うん、やっぱ2位は俺甲斐取る、うん、あ、へえ、やっぱ守りの要はでかいもん。そうですよね、うん、そうか。だからランク的には近藤甲斐に来てる、ね、柳田選手よりも山川選手よりも、うん、もちろんもちろん。はあ、そうか。だからそう考えると、うん、やっぱり甲斐選手のソフトバンクの評価ってやっぱり低くなっちゃいますよね。ちょっと低い感じはするよね。そうか、うん、ただね、うん、やっぱドラフト1位とか、うん、2位とか、うん、まあ、そういうことではなくてやっぱり育成で取ってるっていう、はい、やっぱこうなんていうの、ソフトバンクの方も、うん、いや育成で取ってあげたんだからみたいな、あ、そういう気持ちはないか。いや、わかんない。でもだから、でもわからないよね、うん、金額見るともっと上げてもいいのかなってソフトバンクがの、うん、見て取れるので、他の選手にね、うん、すごい大金いってるので、まあ、そうそうそう。でも甲斐が出る、ね、他に決まりそうだって言ったら、うん、俺はやっぱ孫さんだったら、はい、いやもう甲斐君が止めてくれって言いますよね、っていうような気はするんだけどもね、うん、ちょっと今甲斐選手が抜けてしまったらソフトバンク来シーズンからちょっとまあね、打撃割れですけど、まあ、まあそうそう、守りという面に関してはね、はい、うん、ちょっとやってみなきゃわからないけども、はい、今考えるには、うん、不安はあるよな。そうですよね、うん、となると今どうでしょうね、甲斐選手の気持ちというのは巨人側の方が見る限りではいい提示額出してるので、うん、行く可能性っていうのも、まあ、あるね、十分ありえますよね。 あとは最後石川慎太郎選手も巨人は取りに行こうというところで動いてる。少しロングだ、ね、そうなんですよ、人的かからないので。いや魅力はあると思うよ。そうですよね、その場合もいい条件というか、まだ何も出てきてないですけど金額も。まあでもね、3人取ったらいいよ、うん、3人は。いや、そうですよね。いや、やっぱ1人だけで FA で行って注目されるよりも、うん、あ、そうか、もう3人が注目されるっていうのは、うん、ちょっとこう目が3分に分かれるから、3分の1になるから、なる、まあ、みたいな感じになるから楽にはなるよね、うん、あとやっぱプレッシャーあるよ、やっぱ
行ったら活躍しなきゃいけないとかね。そうですね。あと元いた古巣チームからのシーズン中なんかね、こう試合中にっていうのもあるでしょうし、まあまああるだろうな、うん、まあでもそれも慣れだけどな、もうな。あとはあの一人ポツンとせずに済むっていう、まあそりゃそうだ、うんうん、あの FA 組とかねできてっていうのもありますし、あとはね、なんか一説によると栗投手にも行くんじゃないかみたいな話もなきにしもあらずだったんですけど、まあそこら辺はおいおい栗な、はい、だからまあとりあえず補強はしたいっていうことなんでしょ。そうでしょうね、うん、だから他に取られるんだったらうちで取っとけみたいな、うん、いやまあ戦力になるしね。そうですよね、うん、人数が関係取れないですからね。あ、そうかそうか、取れる人数っていうのも、ね、A と B は、人数が限られている2人で、 C は特に制限がないというところもあって、この選手もし取れなかったらこっち回ろうとか、取れたらもうここで止めようとか、そうそうだ、駆け引きしてるしてますよね、うん、いやでも今年は本当にあの巨人のこの大型補強っていうのは非常に目立ってるので、うん、まあ、あんなに打てないっていう巨人もね、はい、珍しかったから。そうですよね、うん、だからまあ打てるバッターと、うん、まあ、ピッチャーで勝ってきてるから、はい、まあ、より補強ということでね、うん、まあ、考えてる、うん、まあ、その中で の, その守りの要、はい、下位にも行ってるというね。でしょうね、うん、まあ、動きはね、豊さんおっしゃってるように、おそらくプレミア12が終わってちょっと経ってから、まあそうだね、っていう風になる、まあ、11月末か12月頭ぐらい、まあ、そんなとこだろうなっていう風になってくるんでしょうかね、うん、まあ、決まり、やっぱ締めがクリスマス前ぐらいでしょ、球団の、はい、そしたら12月頭でごちゃ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 してで移籍組は家も決めないとかそうですよ、うん、契約しないといけない、そしたらまあ年明けにするのか、はい、まあ、ちょっと時間を与えないと、はい、キャンプを余裕持っていけないから、うん、なるほど、だからまあ計算すると、うん、まあ、11月末から12月頭と。そうですね、はい、これはまあ決まり次第豊さん速報で出していただけると、まあね、いうことで、はいはい、楽しみにしていてください、はい。